こんにちは。2022年共通テストのね、第一日程の数学 B の解説をしていきたいと思います。さあ、数学の授業ですよ。国語じゃないですよ。地理でもないですよ。なんやねんこれってね。試験会場でお怒りになった人もいると思いますけども、えー、これも試されてるんで、皆さんよく読み取ってください。はい。えー、自宅を原点とする通直線を考えます。歩行者と自転車は、えー、通直線上動く点とみなす。と。 ね、進撃の歩行者、みたいな感じですね。で、えー、数直線上の点の座標が Y であるときに、その点の位置は Y であるということにして、えー、X 分形化したとの時刻 X と表します。これはまあ、いいです。歩行者は、急に止まれない。ドッシャーみたいな。違うか。えー、時刻0に自宅を出発して、正の向きに毎分1の速さで歩き始めます。ね。歩行者は歩いていくわけですね。えー、1。えー、単位がこれないんですけども、毎分1の速さで、えー、動きます。 1>, 1分あたり1で進んでいきます。で、次に、えー、自転車の方は、時刻2に、えー、自宅を出発して、毎分2の速さで追いかけますと。2分後にスタートして、えー、1分あたり2のスピードで追いかけていきます。で、えっ、ー、と、この後また大学なことになってますね。で、自転車が歩行者に追いついたら、歩行者と自転車は共に1分だけ停止する。立ち話するんでしょうかね。 その後に歩行者は再び、正の向きに毎分1の速さで歩き出し、自転車は毎分2の速さで自宅に戻る。話してる最中に、あ、あれ忘れた。ああ、じゃあ俺チャリだから取ってくるよ。つっ,って、こいつはまたじゃあ先進んでるね。になったんでしょうかね。で、自宅に到着すると1分だけ停止します。まあ忘れ物1分で見つけるんでしょうね。再び、毎分2の速さで歩行者を追いかける。ここまではまあいいよ。一回よ、一回やることよくあるから。ただ、これを繰り返し、 自転車は自宅と歩行者の間を往復する。なんか忘れ物してんだお前はって感じですよね。まあそういうことなんだって何回も何回も行って戻って行って戻って繰り返して自転車はすごい大変なことになります。で、x イコール an を自転車が n 回目に自宅を出発する時刻とします。ね、an は時間です。で、1y イコール bn はその時の歩行者の位置。ね、歩行者の位置とします。さあ。 これだけで読み取れないですよ。なかなか難しいですよってことで、まあ、一応共通テストを作る側はですね、え絵、ー、を描いてくれました。はい。まあ、ちなみに問題は、一般公を求めるために、えー、こんな座標を表すことにしました。はい。どういう座標ですかっていうと、こういう座標です。おー、わかりやすいじゃないですか、これね。はい。えー、0。で、A ってのは何だったかっていうとですね、A っていうのはこれね、時間なんですよね。 自転車の方がこちらですねで。歩行者の方がこちらなんですけど、えっ、ー、と、まず A なんちゃらっていうものは、自転車が出発する時刻というのが A1 なんですね。A2 はだから2回目の出発の時刻なんですね。で、B1 というのは、出発する時点における歩行者の位置。ね、歩行者の位置。 だ2回目に出発するときの、A、2回目の位置、はいまあこう見るとね、あ,あそういうことなのかなってことで、わ、まあ、かりやすい感じにはなってますかね。さあ、それで A を読み進めていきますと、A1 イコール2、B1 イコール2。まあ、そうですよね。2秒後にスタートする。その時に進んでるからね。はい。自転車は最初に自宅を出発する時の時刻と、自転車の表す時の表は20であり、ここですね。20。であり、その時の時刻投稿者の位置を表す点の表は22である。ここですね。 また、チャリンコが最初に歩行者に追いつくときの時刻と位置を表す点の座標はっていうことで、これ、ここのことを指しているんだと思いますね。さあ、これはまあやり方いろいろあります。えー、小学校の時に習った旅人さんっていうんですかの考え方でピッとやっていくのもありますし、まあ図形と方程式で直線と直線の交点と見てあげてもいいでしょう。はい。ここはもうね、自分の好きな方で考えてもらえればと思いますが、 ま、ここでは、ま、地道に計算することにしましょう。はい。y イコール x という直線と、これ、2進むから、1秒あたり、1分あたりか。1分あたりに進みますから、y イコール x と y イコール傾き2で、x 仕組みなんですよね。これで連列すると、え、こちら x イコール4になってきますので、ここの交点の座標は4,4なんですね。4,4。はい。だから、あは4が入ります。 よって A2 イコール B2 イコールということなんですけど、ちょっと下げますね。さあ、これ、ちゃんと文章読めてれば分かりますけど、ここは1秒停止するんで、立ち話しますんで、54ですよね。さあ、頭使いましょう。ここから、ここまで2分間かかってるわけよ。したら、同じ距離、同じスピードで戻ったら、当然ここも2分間かかるよね。だから、ここ2、1、2、 1>, 1なんだよね。1なんだよね。はい。って考えたら、この4の場所から、4加えてあげればいいから、A2 イコール 4+4 と考えられるんで、8なのかな ?8。ちなみに、ここはさっき言った通り5、54なんだけど、ここからは3秒間経ってるんで、上に3進むことができますから、ここは57なのかな ?57。5 7 はい。ということを加味しまして、この場合 A2 が8で、で B2 が7ということでしょうかね。はい。で、えー、そのまま続けます。太郎くんと花子さんの会話。もう本当に。喋るなよ、お前らテスト中にってね。突っ込んでやってくださいよ。花子、<laughs> ANBN の一般項について考える前に。わかりますかこの字のバランスね。 えー、ゆっくり喋っているわけじゃないですよ。たまたま字のバランスがこうなっちゃっただけですからね。一般個人で考える前に、あ、あの求め方について整理してみようか。あの子はどうやったのえー、これがさっき言った、えー、旅人山ってやつですね。え、で、太郎くんの方は、えー、交点で見たよってことらしいです。ね。だからまあ一応ヒントとして、二つのやり方があるよってことをここでくれてるわけですね。いやもう、先に出してんだけどって感じなんですけど、 ここのところ分からない人も、仮にここを見たとしたら、あそうやればいいんだなって、分かったかもしれないよね。次、共通達数を受ける君たちは、あ、なるほど。次の問題にヒントが隠されている時もあるんだなってことを一応ここで指してくださいって話ですよね。さあ、じゃあ先進めますと、えー、こちらですね。自転車が NKB に出発する時の時刻と、えー、うんぬんかんぬ、うん、ぬんかんぬ、うん、ぬんかんぬんってことで、さっきの話をやっていきます。 で、ここで聞かれてるのは、えー、自転車が次に歩行者に追いつく時の時刻と位置を表す点の座標は、ANBN を用いて、A、え、をと表せる。はい。あつまり、ここのことでしょうね。ここのことでしょうね。さあ、実はですね、私、あの、問題解いたとき、iPad で解いてましてね、ページ間違えてしくじって先にこっち解いちゃったんですよね。先にこっち解いてもね、解けたんで、別に、前の問題いらなかったっちゃいらなかったんですよね。 だから先にバーッと問題名を通して、を、具体化が前半で、これ抽象化。じゃあ抽象化から解こうかな、なんていう強気の選択しても、まあ実は良かったかもしれませんね。はい。じゃあこっちやってみますけど、これまず、傾きが1の直線であることが分かります。で、この点通ること分かってますで、えー、歩行者。ね、歩行者の直線は、y イコール x マイナス a n プラス b n なわけ。 じゃあ、チャリンコの方は、an0 を通るぞってことは分かってますんで、傾き2で x、x 引く an なんだよね。はい。したら、これとあれで連立するよねーって考えますんで、これを向こうに x をこっちに行った感じで変形すると AN、an プラス bn イコール 2x 引く x なんで、x なんですよね。はい。ってことで、この青いところの点の x がこれになりましたと。 で、y 座標は、ここに入れてあげれば、an が1個消えますんで、bn が2個分なんで、2bn なのかなはい。an たす bn、2bn という形になります。ということで、えー、この a, o の部分を埋めましょうなんですけど、a, o の部分は、今の交点これなんで、a がこちらかなね、a が丸3番で、o が、えー、こちら4番かな 毎度ね、今年の共通テストはこうやって9個ある中の連続して2個を答えさせるとかね、不安にさせるようなことばかりしますから、ちょっとやりづらかったですよね。はい。っていうことを踏まえて、えー、次の問題なんですけども、はい、えー。ちょっとパッと読んでいきましょうね。以上から、数列 AN、BN について、全化式丸1番、丸2番立つことがわかります。ね、AN たす1イコールの全化式と、 bn たす1イコールの全化式が立つことがわかります。で、解いて、解いてっていうのが傾向こときますから、じゃあまずは全化式を立てることに全力を注げばいいですね。はい、じゃあ戻りましょう。さ、そうするとですね、an たす1ってうのがちょうどここの x の値なんですね。じゃあさっき考えたのと全く同じように考えてみるとですね、はい、こう時間をこうし、考える際に、 ここ横に BN かかってるんですよね。横に BN。じゃあ帰るのにも帰る時間は当然 BN だ。これは1だよね。はい、これも1だよね。ってことは AN に BN1 つ1、BN2 つ1、加えたら AN たす1だ。ってことは AN たす BN たす1を2つ分加えたものが AN たす1という風うにかけることでしょう。 これが最初の、えー、カーキのところに生まりますかね。カーキは22を入れてあげればいいです。さあ、そして BN の方の全化式ですけど、BN の方は、ここから、ここのかかってる時間ってのは BN プラス1かかってるんで、その分だけ、えー、プラス方向に進むことになりますから、Y 座標 2BN から BN プラス1を加えたことになりますかね。BN プラス1。 b、ねはい、だから、えた、ー、ものところには 3bn たす1の1を埋めればいいぞということが分かりました。ね、この図があればもう大体のことが分かってしまうんで、まあ最初の、このね、カーき空のところまでは特に、えー、時間さえあれば問題なくいけたのかなと思いますね。2、2、はい。で、b1 イコール2と丸2番からこだわると。 いわゆる特性方程式って呼ばれるやつですよね。まあ、それを使って解いていけば、まあいいでしょう。はい。私ちょっとね、特性方程式実は嫌いなんですけども。まあそれは置いといて。お前の好き嫌いはどうでもいいよと言われそうなので置いといて。で、こうして引いて、bn 足す1引く x イコール3倍の bn 引く x。で、この方程式解きますと、x イコールマイナス2分の1なんで、えー、この数列は bn 引く x イコール 初項 B1-X×3 の N-1 乗。で、B1 が2なので2、2足す2分の1になりますから、これ2分の5ですかね。2分の 5×3 の N-1 乗を。で、これをこっち側に移すとプラス X なんで、引く2分の1。はい。それで BN はこちらです。回答欄探すと2、2分の 5×3 の N-1 乗を引く2分の1。あったー はい。ということで、えー、これは、K の解答ですかね。K の解答がこちら。さあ、そしたらこれを、えー、こってところにね、えー、戻していきます。はい。これちょっと、あの、スペースがないかなと思うんでね、えっ、ー、と、黒板の方でやっていきたいと思います。さあ、じゃあですね、えー、この BN をここに入れます。入れますと、こういう形になりますかね。 AN の係数が1になっているときは、倒差か解差かの二択でして、これ、後ろ N の式なんで、解差これが解差、ね、シグマつけて計算するタイプと考えればいいです。じゃあ、N が2以上のときは、AN イコール、A12 なので、2プラス、シグマ K イコール1から N-1 で5、5×3 の K-1 乗を足す1という形。はい。 ここは、等比数列になっていることに注意しましょう。ね。等比数列のシグマであるということは、等比の和だよね。等比の和の計算していく問題だということがわかります。項数は n-1 だよね。はい。ここに気をつけましょう。すると、2たす、初項5。で、3-1分の3の項数上 -1。で1が n-1 個ですから、これ n-1。1 そしたらこれ2分の4になって2分の5かカッコ3の n-1-1 プラス n プラス1。そしたら、引く2分の5たす1だから引く2分の3かな。はい、2分の5、3の n-1 プラス n 引く2分の3ということになります。で、共通テストだからね、答え合ってればいいんですけど、n イコール1チェックを本来すべきですよね。はい、で、n に1入れてみると、 2分の5たす1ひく2分の3で2、一致しましたね。ということで N が1以上で、この方になることが分かりました。はい。じゃあこれを回答欄で探しますと、また縦に並んでんだよね、本当にね。不安にさせるなよってね。<laughs> 不安になったんで言ってるんですけど <laughs>。ということで、はい、N の答えはこちらということでした。 はい。で、最後ね、2番目なんですけど、これがなければ、本当この問題はちょうどいい問題だったと思うんですけどね。えー、y コール300の位置に到着する時までに、自転車が歩行者に追いつく回数は何回ですかで、BN っていうものがもう今ここで出てるんでね。だからこれが300超える瞬間ってのを考えればいいわけです。で、私がやったのは大体2分の5って3みたいなもんじゃんってことなんで、3の n 乗引く2分の1で考えました。 3 N 乗って3、392781243ってやると、7296乗でこれ超えてきそうなんですよね。だ5まではセーフなんじゃないかなと思って B5 を計算しました。B5 を計算すると81、814054042で割るから202なんですよ。ということで、あ、もう一回やったらダメだけど、5はセーフだなってことで、はい、5回って思ってしまいがちなんだ。だからね、 落ち着いて長い時間かけてこれ解いてほしい。共通テストみたいな慌てた試験でこれはやってほしくなかった。はい。何がまずいか。じゃあ、ここからね、黒板でやっていきますけども、あの、本当間違いやすいんだけどね。さっきこのぶつかるところの座標というのを AN、an たす bn 2bn と出したじゃない。ぶつかるところの y 座標は 2bn なわけよ。 さっき B5 イコール202って計算してるんで、これ2倍すると 2B5 というのが404になって、これが300を超えているということなわけ。はい。なので、ここのところ、これ B5 だとすると、ちょっと縮尺おかしいけど、これが 2B5 なわけよ。ね、そしたら、ここのところは何回目ですかってことを、まあ自分でね、数えていけば、 2B4 がここの Y 座標を。2B3 がここの Y 座標を。2B2、2B1。だから、B5 がまだ超えてないけど、2B5 が超えたこの300という座標までに何回合ってるかというと、1、2、3、4回なんだよね。はい。っうことで、えー、と、差の部分は4回なのかな。 で、その、自転車が歩行者に追いつく時刻と言ってるのは、時刻はこれ横軸の X のことだったから、この場合には、えー、えー、と、追いつくのはここか。ね、4回目に追いつく時刻はここだから、これの N に4入れた時だから A、A4 たす B4 かな。じゃあ A、A4 たす B4 計算すると、 えー、こちらはちょっと計算大変になりますけども、計算代入してやりますと、137なのかなね。だから、えっ、ー、と、C 数成の部分は、137ということでした。はい。もちろんこれいい問題だしね、落ち着いて考えたら決して難しい問題じゃないんですけども、もう試験時間がない中、うわーってやってる時に、冷静に、こう、ちゃんと、あ、これは A4 たす B4 だよね、とかってことをできるかっていうと、 ちょっとなかなか難しいですよね。試験本番はすごく辛かったのかなと思います。でも今は試験本番じゃないですもんね、えー。落ち着いて考えて今のが理解できたらいいなと思います。はい。それじゃあね、えー、次の問題に行ってみましょう。えー、今回の動画完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらね、ちゃんともう一回見る、もう二回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね。の動画も撮ってます。 えー、ホームページの方見てもらえると、いろんな単元、どの単元があるのかなってものもわかりやすいですから、ぜひホームページも活用してね。じゃねー